こんにちは。A Hermit Club is Finding a House です。それでいいのか。それっていいのか。なんか二つ重ねればいいの。家なのかそれ。家に、あ、でもいいのか。自分は家が嫌でもな。コップでしょ。ああ、なるほど。こっちも。そういうやつです。無理。無理だ。そういう組み合わせもあり得るってこと？でも無理だ。スノーマンの感じが出てきたな。これは押し込んだものは下に行くで、押し込んだものは下に行くだから、一番上にあったものがそのまま弾き飛ばされるという感じですわ。それが分かっても難しいんだな。つまりこれは動かせないんだよね。これは動かせなくて、これを押すと上のが下に行っちゃうから、これはまた難しいんじゃないかいという感じだよね。でこれをもう一回、ダメだね。2個完成した場所はもうそれ以上動かすことができないみたい。 VAR、この場合はどうする？これは押せない。押せないが出ました。これを持ってくると、クレイジーなことやってんな。これ難しいのかな。難しいのかな。こう重なっちゃったら、次に石を押してここで完成させないといけなくなるから、ここに石持ってこないといけないっていうタスクが発生するんだよね。重ねた瞬間にそこまで考えてやんないといけない。こうすると、ここのどこかで、ここの隣で貝が飛び出すので、それに合わせないといけない。だけど、左に貝を持っていくことができないから、ここは難しそう。これをこうして、あげると、私の脳が適応できてないわ。
2個セット作っちゃダメなのよね。これを入れるとこれが飛び出して、できた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 。なるほど、今のステージ難しいな。これあれじゃん、ハンターハンターのなんだっけ、3枚まで重ねられる将棋じゃん。全然違うよ。まあでもこの重ねるっていうのは結構ボードゲームとかでもよくあるけど、頭狂うよね、3次元が出てくると。Very good. ああ、先の方向性が全然読めないのがこのゲームのすごいところ。これをやっちゃうとそうなっちゃって。もう一個これを上から押し込むと多分二つ完成なんですよ。こうか。あれ、押せない。ああ、押せない、押せないのがある。押せないんだ。そうなんだ。同時に完成ってできないんだ。押す先に貝がすでに落ちている場合はそっちには押せない。出てきましたね、新ルール。頭がバグるぞ、こんなの。こんなことばっかりやってたらいかんよ。え、マジでわからなくなったな。なんだ今の。そうなって、またこうなって、次これが下に来るからこうなるってことで、でもそれっきりなんよ。面白いけどそれっきりだったんよ、今のは。もう一回な、一旦完成させたものであってもダメかな。壊せないね。それは無理なんだね。確認。ただこれそんなに手がないんだもんね。そんなに手がないはずなのに、当たりを引けてない。これはダメ。初手これしかないんだよ。あ、いや、こうがあるね。これやってないね。でんで、で、は？これを持っていくと、あいつが下に飛び出すから、これでいいんだ。やっぱやってないのが正解なんですよ。やってない手。ニーシェルの2ですか。赤色は2箇所に設置なのかな。とは言っても赤色が設置できるのがもうこことここに決まってるから、赤色をそこまで運ぶゲームみたいになってる。はあ、これやっちゃダメでしょ。
もうとっとと下と合わせればよかったのかな。そんなチャンスあった？なくない？もう一回。もう一回も何も。初ではそれぐらいしか。ほんと？こういう風に動かすことが可能ってわけ。こいつを、ここに被せたいんですよ。ああ、そっちじゃない方がいいのかな。これをここに被せに行って、逆か？こうすると上に飛び出すから、これを入れて、こっちでこう。面白。なんでこれ誰も発明しなかったんだろう。めちゃくちゃ面白いじゃん。わからないでしょう。こんなのわかんないよ。こんなのわかんないよ。どこでどう完成するかが読めないよ。だけど3つ重ねたら終わるということはわかった。ぐるぐるなんですけど、どれか1人をこう外側に避難させるっていうのは手段としてはあるよね。君こっち来といてってね。そうするとよ。そうするとよ。例えば、そうするとよ。こうした上、何が？こういうことができるってわけよ。僕は全て分かってたね。ダブル、トリプル、クワプル、クワドラプル、これもわかんないですよ。これはわかんないんだから。だけど壁にあんまり右側の壁にある階に対してどういうアクションができるのかと。そっちが飛び出したか。そっちが飛び出しちゃダメだな。これが終わってんのね。壁際で終わりを作っちゃいけないっていうのはわかる。な、ここの、この二人は、この二人は、慎重にならないといけない。重ねればいいというものではないのだぞ。こうするとこうなんよな。だけど作ると壁になっちゃうから、壁は増やしたくない。終わってんのか。やっぱこの壁際のこいつ、壁際のそいつ、壁際のそいつに対するアクションがねえ。ここを完成させるべきではない。
かといってだよな。かといって2段で積んじゃうと、それはなんかだいぶきついんだよね。いやー、きついきつい。着手する場所がわからないな、これ。初手のパターンが膨大で、当たりを引くのが厳しい。どうしたって最初重ねないといけないところから始まるわけで、どこにそれがあると嬉しいんだろうな。壁、端、真ん中から行くと、次の手も重ねる手になってしまい、その次の手のことを考えるにしても、こうしたやつに対して、赤色が出てっちゃうんだけど、赤色じゃない方が出てくると、そこで完成できるんですよね。だから、壁際を例えばこうするのであれば、この今ヤドカリがいる場所に茶色を落としてくるっていう作り方をしたいんだけど、ここが赤色である以上、赤色が先に来ちゃうわけですよ。じゃあって言って、無理やりこいつを持ってきてあげると、こうなって、茶色を一つ出すことはできるか。出した茶色は上に行くしかない。これは辛いか。この次の手がない。この茶色が、下に出せれば、これに対してやってゴールなんだけど、この狭さではそれができない。この茶色を持ってこようと頑張ったんだけど、この花がどいてればいい。この花がどいて、これが入ると、あ、でもな、茶色は出てくるけど、壁ができちゃう。壁ができると、ここにあるブロックはこっちには持ってこえない。壁は作りとうないとすると、ここに茶色をぶつけることになるんだけど、本末転倒なのでは。右側に茶色が欲しいのに、ここに茶色が欲しいことになっちゃった。そうすると、おかしいですよね、なんか。おかしいですね。どんどん。これなんだっけ？なんかこのゲーム、こういうゲーム、マリオ RPG のソリティアでやった。一個飛ばして一個弾かれるやつ。一個踏んで一個弾くやつか。ハンマーブロスと戦った記憶があります。あそこなんでパズル入れるんだろうね。RPG にパズル入れるの、僕は反対派なんだけど、パズルとして面白くないから、RPG やりたい人は RPG やりたいのに邪魔するなってなるし、パズルやるにしては簡単すぎるしっていう、微妙なやつ。今のところここをくっつけて失敗してるんですね。左側が空間としては空きだから、左側に、どんどん空きの物体を持っていけると嬉しいんだけど、まあ、でもどうしたって、右側でこの二段重ねができちゃうから、それを解消する方法を、右にできちゃったやつを解消する方法っていうのを見つけない限りは、ずっとこんな感じになっちゃう。だよな。いやー、むずいですね、こう。答えを見ると多分、それだけなんだ、みたいな感じの動き方なんでしょうね。これもうダメだ。うん、押せないね。
うん。どこ、とにかくどこでもいいから2段に重ねちゃった場所は壁として存在してしまう。いや、それは嘘。そっからブロックが飛び出してくるから。こうすると花を持ってこないことにはダメになっちゃう。花を持ってくるスペースがない、ないわけではない、わけでもない、わけもない、わけ。ここはやってもこれを右に寄せないんじゃよなと。あれ、すっげえ難しいな。すっげえ難しいっていうか、すっげえ難しいな。対象形の形だから、動き方も対象形に近いような匂いはするんだけどね。ここで、いや、こうなったらダメなのか。もうダメなのか。この壁際に対して、いやー、ダメなんだろうな。この斜めの位置に作るの、やばいんですよね。こいつに置くためにここに飛ばしたいんだけど、こいつの、ここがダメなんだろうな。これが上にあったら、これが飛ばしてきて、これが飛ばされて、これが飛ばして、これになってみたいな連鎖ができるんですよね。斜めの位置だったら連鎖ができる？ほんと？ここまで作った上で、このブロックを使って連鎖ができる。説。本当？うんこじゃねえか。ああ、いけそうな感じはするわね、こ確かに。違うか。飛ぶ方向が。あ、ここには茶色を飛ばしたくて。でも赤いんですよ。
これが飛ぶとこうなっちゃうから、ここが終わるんですよね。22のタワー作っても残りの22のこの組み合わせのおかしいやつらが治る場所にブロックが移動しないな。なんか全然ダメだ。全然的にセレクト、セレクトってなんだ、ん、セレクトってなんだ、これ何も聞かないの、なんだ、ん、ん、何も聞かない、え、ちょっと待って、ステージ選択とかはないのでここクリアしないと出られないな。
30あるうちの11で今詰まってる。なるほど。最初の動き方がこれだっていうのが見えればいいんだろうけど、見えないな。やっちゃいけねえ手の動き方っていうのはなんかあるんよね。2個重ねる場所はその後絶対に2個つながったままになるから、変な足では作りたくないけど、初手で絶対どっか作らないといけない。端で作るのは危険。とはいえここで作るとどうせその次も重ねが必要になる。真ん中だり作るとここに作るのがいまいち嬉しくないんだよね。本当？こいつに対してなんか左から右にぶつけることができれば、これがこう飛び出すから、それをこっちにぶつけるとダメだ、こいつが完成しねえ。こいつを完成させたいのであれば、ここで作るの逆じゃないとおかしいよね。ここで花が飛び出してここに花をぶつけるっていうスタイルじゃないとこいつは完成しない。だからここが重なるのであれば、ここは上に花が来るように重ね、逆逆。混乱するんよな。上のこいつがこっちに飛び出すので、ここは花で完成させる必要があるので、花を飛び出す。花を飛び出させるんだけど、ここにすでにこいつがいるので、ここに花が来るには、こいつをどかすしかないんだよ。こうなる。こうなり。ただこれは、茶色を入れることで花が飛び出すんだけど、飛び出した花をこいつで飛び出してこいつにぶつけるかどっちかなんだけど、飛び出す方向が、下しかねえな。飛び出す方向が下しかないから、次にこいつにぶつけるっていうことができないから、これはダメ。そうなんだよな。貝ぶつけて飛び出した物体を動かせない方向に飛び出させてはダメなんですよね。だけど、貝を押してぶつけるっていう性質上、押してぶつけるならぶつかった先のやつは次動かせないんですよね。この縦でやる限りは。横でやる分にはそれは構わないんだけど、横にぎっちり詰まってるのがこいつらなんですね。だ今の縦の動き方がな、ぶつけて飛び出したこいつを次にぶつけるのはもうここの際でやるしかないよ。だから、この辺とかで二重に、この辺とかで二重になってる分にはまだいいんだよね。ど真ん中でやられるよりは、壁際に来てやられている方がまだマシではあるのです。です。が、ですが、ここはもうこの色をぶつけるしかない。そうするとこれが上に飛び出すから、上に赤いのを2つ飛び出させるっていう仕組み、これとこれが上に赤いのを飛び出させるのであれば、この2つが下からこいつ、下からこいつっていう風にぶつかってあげてっていうのが必要です。
できた。どうやった？とにかく1個作ってしまい、1個作ってしまう、作ることでスペースが1つできるので、残りがうまくいく。ほらね、できてみるとなんでこれに30分も時間かけたんだっていう感じにはなるけど、待って、こんなもんですね。今回はここまでで、これ12かな。次12からです。お疲れ様でした。いいゲームですね。